やあ、おっす。最近、イテウォン事故の話をしてないが、何か進展はあったかちょうど今日、大きな動きがあったよね。何俺は常々、この事故について、遺族の動きで、その情勢が決まると言ってたと思うんだけど、その遺族が今日、立場表明をしたんだよね。遺族が立場を表明するのは初めてか初めてだよ。なんて言ったのか 簡単に言うと、すべて政府のせいであると。だから政府は、申請性のある謝罪と、徹底した真相究明をして、責任者を処罰しろと。そういう声明を発表したんだよね。政府のせいと言っているのか具体的に遺族がなんて言ったかっていうと、政府は、 10.29イテウォン参事の責任が、イテウォンを訪れた人たちにあるのではなく、政府、自治体、警察にあるという立場を明確に明らかにし、遺族、生存者を含む参事のすべての被害者に申請性のある謝罪をしなければならないと言って、憲法上、生命と安全を保障する義務を持った大統領は、早急に参事のすべての被害者に申請な謝罪をして、責任ある後続措置を約束せよと、そういう声明を発表したんだよね。 いや、今回の事故は誰のせいということではないと思うけどね。強いて言えば、危機管理に疎い韓国社会、韓国国民全体の責任ではないのか。 本質的にはそうだよね。韓国人は日本のことをマニュアル国家だと言って馬鹿にするけど、そのマニュアルがないから、事故予防対策を軽視してるから、今回みたいな事故が起きたわけだよね。大勢の人が集まる場合には、こういう規制をかけ、こういう警備体制をしかなければならないといえば、韓国人はなんでそんなルール作るのと。事故なんてほとんど起きないんだから、人に雷が落ちるような確率なんだから、そんな日本みたいなマニュアルは必要ないと。そうやって危機管理をおろそかにしてきた結果が、 が今回の事故だと思うんだだよねだから一番にやらなければいけないのは、責任の追求ではなく、事故対策、マニュアル作りだよね。 もっと言えば、マニュアルを重視するような考え方に国民の思考を変えていくような、そんな取り組みが必要だよね。それが本質だと思うよ。だけど韓国人は、そんな本質的に考えられる思考はないから、責任者を処罰することが自己対策につながると思ってんだよね。そんな考えではまた類似の事故が起きるよ。起きるだろうね。だから韓国では、ほぼ10年周期で大勢の人が亡くなる事故が起きてんだよね。 10年周期で大勢の人命被害が出る事故が起きているのか。そうだよ。まず今回のイテウォン事故は、158人の人が亡くなったけど、その前、今から8年前の2014年に、セオロ号沈没事故で、約300人が亡くなってるよね。その11年前の2003年には、テグの地下鉄で放火事件が起きて、それで200人近くの人が亡くなってんだよね。さらにその8年前の1995年には、三分百貨店っていうデパートが倒壊して、約500人が亡くなってんだよね。本当に約10 周期で起きてるね。しかもこれらの事故って調べてもらえばわかると思うけど全て危機管理不足で起きてる事故なんだよね逆に言えばちゃんと危機管理をしていたら事故対策マニュアルを作ってその通りにやっていたら起きなかった事故なんだよねつまり韓国では事故が起きるか起きないかは運任せみたいな状況になっているということかまさにそういうことだねさらに韓国がやばいのは国民の大半がそのことに気づいてないってことなんだよね 責任を追求して責任者を罰することが自己対策だと思い込んでることが問題なんだよね。なんか救われない社会だね。だから今回遺族も責任追求は徹底してやれと言ってんだよね。 政府は全ての方法を動員して、イテウォン参事を防止しなければならなかった全ての責任者を漏れなく調査して、最も厳しい責任を問わなければならないと言って、さらに参事に対する責任を回避しようとしたり、偽りの釈明をした者たちを厳重に問責しなければならないと要求したんだよね。あくまで先般探しがメインなのか。さらに遺族はこうも言ってんだよね。遺族と生存者を含む被害者に、現在行われている真相及び責任究明の経緯を透明に説明し 説明しなければならない 真相究明過程に遺族の意見が反映されるよう、遺族が参加できる手続きを設けなければならない。被害者が納得できる真相及び責任究明がなされなければならない。3時当時だけでなく、3時以前、3時以降まで真相と責任が共に究明されなければならないと言ってんだよね。なんか要求がすごいね。上からハンマーを振り下ろすような要求だね。君が以前話したカプチル。皇室ではないか、それは。ある種のカプチルだと思うよ。遺族は 政府の身体を左右する存在だから。 変な話、政府よりも強い存在だからね。多少無理なことでも要求してくるよね。他には何か遺族が要求していることはあるのかあとは、政府は3次の全ての被害者が、互いにコミュニケーションをとり、悲しみを共有する機会と空間を確保しなければならない。被害者と積極的にコミュニケーションをとり、被害者に必要な事項を確認して、関連措置を直ちに取らなければならない。3次の犠牲者たちを忘れないために、社会的追悼のための追悼施設を作ららない。

全く同じ流れだね。こういう施設ができると、そこが政府批判の拠点になる可能性があるよね。そこでハンガーストライキが行われたり、バリカンで頭を丸める断髪式が行われたりね。しかもそういうのが設置されたら、なかなか撤去できないよね。難しいよね。セオル号事故の追悼施設、セオル号記憶空間と呼ばれてるけど、これも移動こそできたものの、未だに撤去できてないからね。セオル号の追悼施設はまだあるのか 今はソウル市議会の前に小さなスペースを設けてそこに置いてんだけどこれも本当は今年の6月30日で使用期限を迎えてたんだよねだけど遺族団体が撤去に反対して未だに撤去できずにいるんだよね以前は高架門広場になかかったかそう2014年に事故が起きてそれから約5年間高架門広場にはテントが置かれてたんだよねで2019年にそのテントは撤去されて新たにセオル号記憶空間というのがその場所にできたんだよそれ それも2021年に高架門広場の全体工事をするっていうことでソウル市議会の前に移動したんだよねなるほど 今回のイテウォン事故もセオル号と同じ流れになるのかな今の感じを見るとほぼ同じ流れでいくような気がするけどね。事故対策は無視して先般探しに没頭して政府批判が繰り広げられていくと思うけどね。近いうちに遺族によるハンガーストライキとか断髪式なんかも行われるんじゃないかなこの南極に対してユン・ソン・よル政権がどう対応していくかも注目だね。そうだね。今日はこんな感じでいいかなうん。 それでは皆さんまた次回チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします